皆さんこんにちは、ワンダリクルビジです。では今回は信長の野望新生、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は信長の軍勢と示し合わせて、駿府に攻め込んだんですが、もうすぐで駿府城を取れる、陥落させることができる、その目前で、北条が、シャシャリ出てきてですね、停戦の仲介をしてきたので、これに応じざるを得なくて、駿府から兵を引き上げるというシチュエーションになっています。なのでしばらくの間武田攻略ができないので内政をしっかり行ってですね、武田との停戦が明けたら再び武田攻めを行っていきたいと思います。で、今度北条から仲介されると厄介なので北条に対してもね、外交を展開していきたいと思います。では時間を進めていきます。はい、石川数正から武田との停戦が切れたという情報が上がってきましたので早速出陣の準備をしていきたいと思います。まず浜松城なんですけども、停戦の間にですね、ちょっと施設を建設してます。連兵城です。連兵城が完成するとですね、基本兵力はプラス900レベル1で入ってくるので、家康率いる本体、これの兵力の底上げができますね。この完成を待たずに出陣はしていきます。駿府に向けて、繰り出していきましょう。総力戦に挑んでいく必要はありますので、ここもですね、同じく、また信長に、兵を、依頼しましょう。援軍。狙いは飯田城です。で、常に信頼が80まで溜まっているので、すぐにでも兵を出してもらえると思うので、出陣のタイミングはですね、出陣準備が完了したらお願いをしていきたいと思います。攻略目標を、駿府。総兵力、1万6000ぐらいですかね、繰り出していくという戦いです。忠勝も出しましょう。今が好機よ。で、出陣準備中の間はですね、内政が効率が重くそダウンするんですけど、これはしょうがないですね。さあ、飯田城ですが敵が出てきてます。松岡隊、これに対しては勝頼を出しましょう。忠勝を出しましょう。忠勝で撃破。そしたら騎乗します。忠勝の兵力をここで失うわけには、正直言うといかないなというのがあるので、無理はしないところですね。連兵城が完成。それと同時にですね、ちょっと武田が動き出してますね。これ飯田城に敵兵が集結する構えがあるので、タイミングとしては当初の予定より少し早いんですが、信長に援軍要請します。飯田城に部隊を出してもらいましょう。さて、この間に我々は駿府城攻略の準備を進めます。駿府からも飯田城に向けて兵が出ましたね。これで駿府がガラガラになるので、この隙に駿府をかすめ取りましょう。駿府取れると財力がね、一気に上がると思うんで、駿府を確実に取るための施策ということになります。本城をつかまつる、お任せあれ。飯田城領内の先導、これは直政にお願いします。攻め方かですね、焼き打ち、申し上げまする、やり抜いてみせまする、破壊工作、こういうこともやっておきましょう。これでよりね、攻略がスムーズに進んでくれるんじゃないかという期待がね、持てますね。わかりました。港の建設も行います。飯田城では信長の軍勢が攻略に入ってくれましたね。
ガモ、宇治里隊、強力だな。ただ敵も仁科が出てますね。森隊も出てるし、山の内和豊隊も出てますね。和正も出てる。滝川和正なんか能力相当多分高いですよね。統率90、武勇82、知略も80だが、戦法混乱持ち。和正もどうだろう。これ、新生で新しいビジュアルになってるかもしれないですね。かっこいいビジュアルになってます。では、引き続き駿府城攻略を進めていきます。よし、焼き討ちに成功したこのタイミング。さらに破壊が成功すれば、より攻略がしやすくなるはずですね。破壊も成功。そしたら、ここで出陣を行います。いよいよ出陣。駿府に向けて、最短ルートで進みます。遅れてはならぬ。どうだろう。飯田城の攻防戦はかなり苦戦してる感じがあるな。ただ、駿府の攻略はうまくいかせたい。飯田城の攻防戦は敗退ですね。城攻めを始めます。戦が始まる。備えよ。では、駿府の攻略戦開始です。合戦で一気に決着つけましょう。口を死んだ。引く。何をすべきぞ。家康自ら出陣にします。阿部の戦い。勝頼は飯田城から多分転戦中で、北条氏政がですね、再び援軍を出してくるという状況だと思います。このまま対戦しましょう。忠勝を先方に当てて、家康がしっかり敵を叩くという形ですね。サクッと岡部摩擦の体を撃破したので、あとは敵の軒口を占領しましょう。何をすべきぞ。そしたらどうでしょう。忠勝隊は一度兵力があまり多くないので下がります。その間に家康自ら敵を背後から攻略するという流れですね。盤石の流れです。5度目は忠勝も出して一気に壊滅させると、そういう流れ演出できそうですね。これでまず岡部摩擦な対完全撃破です。この調子で敵を格好撃破して確実に駿府を取りましょう。では、宇治政が戦場に到着してますので、これ一気に宇治政を撃破しましょう。宇治政を撃退できれば、北条の援軍もなくなるので、一気に駿府城を総攻撃できる構えが整いますね。対戦です。敵は宇治政6000ですね。これは、三方向から攻撃を仕掛けて、攻撃をするっていうのがね、いいかなと思います。家康も、兵を動かします。宇治政隊撤退に追い込みました。攻撃してるので、このまま完全撃破できますね。壊滅です。順調そのものですね。我らの部は止められぬぞ。駿府城取りました。これ大きいな。さあ、駿府を取ったのでこの後ですね、お断りいたす。武田の反撃があると思うので、武田の反撃に備えて一度各兵力の展開状況を確認しておきたいと思います。
まずは駿府に、中間祭が来てるので、中間祭を撃破したいっていうのと、あとはですね、飯田城の近くですね、飯田城もできれば取りたいよな。飯田城の転戦が難しいのであれば、どうだろう。水の対を出して、飯田城を攻撃しましょう。さらに、どうだろうな。余力の残ってる。信門大。これは、飯田城の攻略に向かいましょう。他の部隊は、移動させて次の戦いに備えます。あとは緊急修理を行います。先手ですね。この後敵が増援を出してくる。奪還戦を試みてくると思うので。これに対抗するべく、駿府城にはしばらく兵を駐屯させましょう。うわ、大兵力を切ってくるな。戦になるか。忠勝はもうちょっと、兵力的に厳しいので、騎乗させます。で、安定させたいので、駿府には人を入れましょう。その駿府、誰に任せるか。まあ、安政かな。榊原安政に任せましょう。まだね、いい直政とかは、残念ながら、城主になれる身分まで格上げされていませんので、まあ、一旦ここは我慢ですね。で、それと同時に、修行も与えて安政の与力的な扱いを入れておきます。さて、再び飯田城に対しては信長の援軍を請いましょう。飯田城の攻略ちょっと手間取ってますからね。なんとか取れればいいんですけど。飯田城取れましたね。信長の力なくても転戦させた忠勝が飯田城を落としてくれました。そしたらですね、この飯田城に対して援軍を出して、まあ、5詰めですね。いわゆる5詰めを出して防衛力を強化したいと思います。飯田城の奪還に敵がね、向かってくる気配があるので、これは、すぐにでも家康を出して、飯田城の防衛に努めます。遅れてはならぬ。で、さらに飯田城には、誰かを入れて、しっかりと、防衛体制を整えましょう。誰にするかな、まあ、ここは、重継。まあ、和正かな。和正であれば、まあ、バランスもいいし、過労格でもあるので、この飯田城がですね、まあ、しばらくの間、対武田の最前線の一角になると思うので、飯田城に。石川一政を出ましょう。石川一政はね、ご存知の通り、後に秀吉へと願い武将ですけど。まあ、今の時点ではその心配もありませんからね。はい。では、一旦ですね、飯田城も防衛がしっかりできそうですので、飯田城の防衛も完了して、兵を全部引き上げます。駿府の方にも、領地の再分配完了しています。で、飯田城の方も領地の再分配完了してもらいます。武田はですね、北から攻め込んできている上杉勢との戦いで防戦一方という状態ですね。これであればうまくすればですね、木曽福島、高遠、この二つの城狙いそうですね。あとは神原城、ここも攻略の圏内になります。まあ、ただ、あまり進みすぎるとですね、北条と国境を接すると、それはそれで厄介なので、まあ、バランスを見ながらどこまで攻め込むかというのをね、しっかり考えていきたいと思います。北条とは同盟が結べるところまで、しっかりね、信康を派遣して、
外交状況の改善を図ります。では、今回は一旦ここまでにして、次回はですね、武田が少し力を落としてきている気配があるので、総攻めができるように兵力を整えて、武田総攻めを行っていきたいと思います。